なたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があって、その支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔鋼炉が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束。ハウスに帰らないと。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生怒ってた？うわー、ごめんなさい。市民の間には動揺が広がっています。停戦から5年、人々にまだ…びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。内緒だぞ。話したら罰金だからな。う、勉強の時間。その前に心配することがあるだろう。フォリア先生との約束。私帰るね。6番プレートが落ちた時は、子たちいつも話し相手になってくれるの。おかげで気持ちが若返るわ。クラウドさん、お会いできて光栄であります。自分は強い男になりたいであります。
ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。これで全員だね。ハウスに戻ろう。様で子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。ご武運を祈るであります。前に出るか。じゃあ後ろから。しのげろ。よっ、飛んでけ。ここまで。よかった。すぐ済む。協力すればでしょ。沈め。よっ、しのげろ。急ぎ。そこ通って。
くな。よかった。結果だ。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物、絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこと、いいですね？はい、わかりました。我慢王大事、ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで、応援してるよ、見ているよ、愛してるよ、そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうには、それくらいしないとって思っています。すごい、先輩の見よう見真似です。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ううん、ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。